20年前に始まった第17回長崎バスフットボール大会。当初は長崎バスの運転手4人それぞれの息子が属する4チームでの大会でしたが、参加数は年々増え、今年は県内をはじめ福岡、佐賀、熊本から48チームが出場しました。大会を立ち上げた一人、長崎バス大橋営業所の運転手井上雅彦さんは現在も実行委員長を務めています。第1回大会は、自分らの息子が6年生でサッカーをやってて、で同じ年代の子供がいるチーム同士で試合をしようかっていう形で始めたのがきっかけですね。優勝してトロフィーもらうところですね。それをもう見るのが楽しみで頑張ってます。前日の試合結果で1位パートに入ったのは8チームのうち5チームが県内のチームとなりました。準決勝の1試合目は長与町を中心に活動する白のユニフォームのレオグラス長崎と佐賀県のエスペランサジュニアの対戦。レオグラスは積極的にシュートを放ちゴールを狙いますが、枠を捉えることはできません。両者一歩も譲らず0対0のまま PK 戦へ。両者成功した後の2人目、レオグラスのキッカーは瀬戸崎。惜しくも外してしまいます。佐賀は2人目と3人目を成功させ、レオグラスは準決勝敗退となりました。最後決勝に行けなかったけど、みんな自分がやることをやりきって、よかったかなと思います。中学校での目標はまずスタメンを取ることで、その次に、その中学生が九州大会に出たので、僕も九州大会に出たいです。準決勝2試合目はピンクのユニフォームの南長崎サッカースポーツ少年団、キャプテン橋田がチームを引っ張り4対1で勝利し、決勝進出を果たしました。決勝はその南長崎と準決勝で PK 戦を制した佐賀県のエスペランサジュニアの対戦。前半4分、南長崎の6年生鈴木のコーナーキックに合わせたのは6年生の月川。南長崎が先制すると、さらにその4分後、月川がゴール前の鈴木へ。先制点2点目ともに月川と鈴木の連携プレーが光りました。その後佐賀に1点を許しますが、前半を4対1と南長崎が大量リードで折り返します。南長崎は後半にも攻撃の手を緩めませんでした。浜崎、橋田龍之介、そして月川。南長崎が8対1と圧倒的な強さを見せつけ、嬉しい初優勝を飾りました。ケイドとコミュニケーションがいっぱい取れてて、で点を決めてとても嬉しかった。いっぱい連携でつなげたのでいいと思いました。リファーレンでスタメンに入ってしっかり勝ち抜いて、プロを目指して頑張ります。